こんばんは、吉田さん。一昨日は友の浦、昨日は尾道、今日はおもちゃ王国に行ってまいりました。速稼塾の久保です。隠居暮らし、明日は何をしようかなと思うばかりでございますけども、まあ優秀な消費者として、まあ、今活動してるわけなんですけども、同時に私は、まあ、一回のビジネスマンでもあるかなと思います。私と吉田さんの共通点といえば、何でも YouTube ってとこじゃないですかね。私はですね、転売をやろうが、アフィリエイトをやろうが、セミナーをやろうが、なんか暗号通貨をやろうが、FX やろうが、とにかく全てのアクションに YouTube を前提としてますね。で、詐欺商材引っかかって、お金を失って、ああ、マトリックスだっていう時でも YouTube を使いまくって、すでにマトリックスをセールスしたあのメタ流星はいなくなったのに、私がまだね、マトリックスアフィリエイトドキューンズキューンって未だにやってるというね。で、これはね、もう本当にね、やられてよかったなと思いますね。これずっと使えるもん。で、まさにこれがね、吉田さんとのね、ご縁を強くしてるような気がしますよ。いや、もうマトリックス最悪だよとかね、フォーチュンビジネスなんだよとか言って、恨みつらみで、考えていたら、多分、今の私はないですし、多分この動画のキャッチボールもないと思うんですよ。でもね、これ一つのね、エピソードとして、まあ、ちっちゃいことやね。50万、100万失ったのっていうのは。だってビジネスをやってるわけですから、それは時にはね、外しますよ。ね、吉田さんね。だからといって、いちいちね、あいつが悪い、こいつが悪いとか言ってても、しょうがないんで、いやいや、ビジネスっていうのは、なくなることもあるんだよと。全部が当たるわけじゃないよと。で、それに、なんか誰のせいじゃないんですよ。誰が原因かじゃなくて、何が原因かなんですよね。それは、やっぱり、いろいろあるけど、でも、ビジネスだから、真面目なもんもあったりね、変なもんもありますけども、でも、真面目なもんでも真面目じゃないものでも、結果が常に約束されてるかって約束されてないわけですよ。で、真面目にやれば、誠実にやれば結果出ますか？出ないんですよ。何が起こるか分かんないんですよ。かと思ったらね、詐欺師が儲けてる例もあるんですよ。だからビジネスってのは戦場ですからね。自分の全知全能をかけて、一分の隙もない100点満点だけども敗北ってこともあるわけですよ。それは覚悟しないといけないかな。でも、そういった敗北というストーリーですらね、私は動画にすることによって一つの共感やアクセスを呼ぶこともできるのかなと思いますし、あ、久保さんでも昔そんなことがあったんだっていう形でね、もしかしたら慰めとか癒しとかね、励みになるかもしれませんよね。で、人の失敗っていうのは多分多くの人が喜ぶと思うんで、私はこのマトリックスアフィリエイトについてはね、もう本当にね、あ、自分もマトリックスかかったんですみたいな人ね、いたら教えてください。ぜひね、速稼塾に招待します。30年ローンでということでね、何でもかんでもネタですね。で、吉田さんは暗号通貨も FX もされてないんですけども、でもやっぱり情報発信をやってますよね。だからそれが、なんかネットビジネスをしてる人の基本なんじゃないですかね。常に発信っていうね、発信が前提だから、いや、忙しくて発信できませんでしたっていうのは、今日は出勤しませんでしたっていうのと一緒なんで、お金をもらっちゃダメですみたいなことになりますよね。もちろん上級者になっていくと、出勤もしてないのに、アウトプットもしてないのに、過去のアウトプットが売り上げを送り込んでくれるってことありますけどね。まあ基本が大事ということでございます。そして私たちのネットでビジネスする人の基本っていうのは、アクセスを稼ぐ、つまり露出するってことですよね。どんどん出ていきましょう、出ていけみたいなね、ことになりますよね。で、いってらっしゃい。